そうだ、島根に行こう。はい、どうも、本日の目にかかります。地球上のすべての生きとし生きるものの嫌うものキモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきます。タイトルはこちら、ルートレターラストアンサーというわけでして、今回ですね動画の数的に言うと、7本目ということで、今回も楽しくね実況の方やらせていただきたいなと思います。で、ですね実況というスタイルでやらせていただきますので、この通りねブサボーな上にね滑舌も非常に悪いので、奇跡的にもねこちらの動画をご視聴くださっている方の中でそのせいで非常にねご気分の方悪くされてしまってもらえるかと思うのですが、そこはどうか長い目でねご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよヘッダーじゃなくてごめんなさいすいません、ブサボはブサボの、なりにね、ご視聴くださっている方に、少しでも楽しいな面白いなと思っていただけるようにね頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いします。で、今回ですねやっていく話が、第2章トンボの便箋の続きということで、前回ねなぜかねこのじいさんとね恋愛のねなんかね、占いというかね、なんかそういうのをやる羽目になってっていうところですね。で、前回は切り目を誘ったということで終了させていただきました。なので今回はその続きっていう形でもってねやらせていただきたいなと思います。もしよろしければ最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。では早速やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。なんだっけのお守り猫はそんなに珍しいのか。猫マニアには垂涎の的じゃよ。ご利益は同じだろう。わしはここまでじゃ。この後は教えられんな。知りたくないよ。じいさん系だよ。出ていく。俺はどこに行こうかな。彼女の写真を持って市内を回っても拉致が開かないしな。鏡の池に浮かべた紙には北が来そうって言ったな。これは場所を調べてみた方が良さそうだ。場所を調べる。ああそうだよね。そんなこと言ったってな、誰に聞けるんだ。ここにいてもしょうがなくねって感じですかね。これじゃねえよな。だな。移動か。北の方に何が北って言われてもさ、北何なんだよこれ。ちょっとマジでさ、本当にちょっと頼むよ。ちょっとなんだよこれマジで。ずっとこうじゃんね。嘘だよマジか。いいよそれは、その変な、その可愛いもん、可愛いのはいいんだよ。マジか。北の方に、どこにいるか。とにかく北に移動してみる。ずっとマップなんだ。山陰中央テレビか。俺の推理ではビッチは女子だね。ビッチ村上美咲さんだ。彼女に話を聞いてみよう。ああやっとだ。山陰中央テレビ、レッツラゴー。山陰中央テレビの新社屋が建っている。新築の立派なビルだな。ピカピカじゃないか。村上美咲さんに会うにはどうしたらいいだろうか。そんな何のアポイントもないのに簡単に会えるもんなの。いらっしゃいませ。あ、どうも。まずは調べるっていうのちょっと癖になっちゃってるんで、すいませんね。喋らんのか。あ、どうも。観光ではないんですが、ちょっと用があって。つい最近松江に旅に来ている人がいましたよ。
これ以外にもいるんだな。番組の宣伝用ポスターが貼れている。この番組面白そうだ、面白そうだってビックリマンがこう気合入って気合入ってんだけど、ここはもういいんだよね。なんかありそうなの何もないのな。まあいい、と聞くあ内部に潜り込むって手もあるな。すみません、アナウンサー志望のものですが。面接をご希望されている方ですね。え、少々お待ちください。これを申し訳ございません、本日そのような予定は入っていないのですが、間違いはないでしょうか。間違いですね。がっつり、やっぱりダメそうだ。ちょっと担当の方に連絡してみます。はい、何かあればお申し付けください。さて、どうやって村上美咲さんと会おうかな。アナウンサーの村上美咲さんを呼び出してもらえませんか。お約束ですか。そうじゃない。だけどって喋らんのかい。俺、彼女の友人なんです。確認しますので、お名前を伺いますか。名前を言っても知らないと言われるだけ。どうかしましたか。ここは仕方ない。嘘をつくか。少し考える。ミヤミヤン、ゆかりです。渡辺です。のずです。他も、のずさんだったらいいんじゃないの。ねえ、多分。名前はのずです。のず様ですね。受付嬢が内宣伝を入れている。嘘も方便というからな。あやさんを探すために何としても彼女と話がしたい。村上は席を外しているそうです。それならロビーで待たせてもらいます。せっかくここまで来たんだから多少の待ち時間を我慢するか。ロビーで待っている。彼女と連絡が取れるまでロビーを見て回ろう。もう見たんだけどな。もういいんじゃないかな。さっき通りかかった人を、やばかったかな。見て回るっつったな。増えてるか分かんないな。あ、ちょっと待って。いや、そうは言ってもね、さっき通ったおじさん、羽でフラグが立つんじゃない。っていうのも先やっちゃったかな。ダメじゃねって感じだけど。マジか。先のあたりを調べるってのも考えもんですな、これは。参ったな、これ。壁に向かってんのに、ね。壁が受け付けちゃうなのか。もう、ちょっと。広めのスペースがある。参ったな。他調べらんないもんね。広めのスペースが見りゃ分かるっつうの。参ったな、これ。やっぱりなんか失敗かな。島根で島根を調べ尽くしたこと。なんか変なトロフィーもらったんだけど。やってるんじゃないのかな。あー、もうちょっと参ったな、これ。ねえ、あー参ったな、これ。どうしたらいいんだ。島根県と鳥取県放送対象地域とするテレビ局、通称山陰中央テレビ。現在のマスコットキャラクターはエイット君。エイット君、
待って、これやばいんじゃないか、これ。これちょっとさ、バグっぽくない？バグっていうか、これリアルで何分か待たないといけないとか、まさか。まずいな。それちょっとよろしくないな。よろしくねえよ。ですね、ちょっとまずい。まずいんだけど、これじゃね、この、しょうもないね、これを続けててもしょうがないので、今回ですね、ちょっと恐ろしく短いんですが、この辺でね、終了させていただきたいなと思います。しょうがないもんね、だって、ずっとこれだもんね。すみません、ごめんなさい。本当にいつもより恐ろしく格段に短くなってしまってね、大変恐縮ではあるんですが、今回この辺でね、終了させていただきたいなと思います。もう一回ね、ちょっと公式サイトを見てね、今のところずっと見てないんでね、進めさせていただいてるんですけど、今回ばかりはちょっと見た方がいいなと思うので、ちょっとね、この後見てみますね。場合によってやり直しも、視野に入れないといけないので、すいませんね。ごめんなさい、すいません。で、純粋にこれ以外のシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、あとは、ね、不定期なんですが、ね、2回目 YouTube、Twitter でブロードキャスト配信させていただいております。で、毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS の URL をリンクって形に持って貼らせていただいております。そうですね、Twitter、Instagram、Facebook に、Twitch に、あとはノートってやつですね。うん、これの、URL を、リンクという形でもってね、貼らせていただいております。沖の方でも気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのでもね、いいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、少々世紀メンバーの37がお送りさせていただきました。ルートレター、ラストアンサー。動画の数的に言うと7本目ですね。これ、動画っていう形で出しちゃっていいのかな。まあね、ちょっと新キャラの人がさっき出たからね、新キャラって言っても受付嬢ですけどね、出ちゃったんでね、まあ一応動画っていう形でもって残しておいてもいいかなと。はい、そういうことで、すいません。そうですね、なわけで今回これで仕入れさせて、ね、いただきたいと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画にて皆様にお会いできることをお楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。グダグダで本当に申し訳ない。ごめんなさい。では。